レオポルト一世は、ハプスブルク家のオーストリア公及びシュタイアーマルク公。ローマ王アルブレヒト一世と、王妃エリーザベト・フォンケルンテンの三男で、兄に、ボヘミア王ルドルフ一世、ローマ王フリードリヒ三世が、弟に、オーストリア公を継いだ、アルブレヒト二世と夫がいる。1308年5月に、父アルブレヒト一世が、 いとこのヨーハンパリツィーダに暗殺されると、すでに長兄エルドルフはすでに死去していたため、時系フリードリヒと共に所領を共同統治した。ハプスブルク家の給料であるスイスの所領の統治にも当たったが、1315年11月15日モルガルテンの戦いで、スイスの農民運兵に大敗した。レオポルトは時系フリードリヒが神聖ローマ皇帝選出を求めて、 ルートビヒ4世の対立王に立つのを支援し、1322年9月28日のミュールドルフの戦いで、フリードリヒが捕虜となった後は、和睦に尽力した。1315年に、サボヤ・ハク・アメデオ5世の娘カタリーナと結婚し、二女を設けた。レオポルト1世、ありがとうございます。